こんにちは、あきこダンスプロジェクトの小野あきこです。今回はダンスを構成する4つの要素ということでお話ししていきたいと思います。以前この4つの要素についての動画をアップしてあったんですけれども、後ろの白板が見にくかったので、今回またそのビデオを撮っていきたいと思います。この4つの要素に関してなんですが、この理論は、この考え方はハンガリー出身のダンス研究家ルドルフ・ラバンですね。で、彼は19世紀の後半から20世紀にかけて活躍した、結構古い人なんですけれども、その人が舞踊譜というのを発明したんですけど、その方のムーブメントアナリシスをベースにした考え方になります。じゃあまず例から言ってみたいと思うんですけど、4つの要素でダンスが説明できるということなんです。まずダンスの例から説明してみたいと思います。例えばですけれども、キッズダンスで2人組、誰かもう1人いて手をつないで、テンポよくスキップをしながら、2人でスキップをしながら、こうカーブを描きながら、横横にカーブを描きながら前に進んでいくというダンスがあったとします。これをこの4つの要素で説明できるということなんですね。で、まずじゃあ1つ目から説明していきます。1つ目はアクションです。アクションは、例えばこのダンスだとメインになる動きはスキップなので、スキップがこのアクションになります。で、その他にどんなものがあるかというと、まず飛ぶとか回る、そうですね、そしてねじるというのがあります。まずその他、こう動きを表す言葉ですね、動きを表す言葉が膨らまれます。さらにはこのボディーパーツ、頭だったり腕だったり肩なんていう、そういうのがこのアクションに含まれるわけです。さらに2つ目はダイナミックス、これは動きの質になります。動きの質というのは簡単に言うと、速い動きだったり、ゆっくりした動きだったり、流れる動きだったり、こう硬い動きだったりっていう、そういう動きの質になります。動きの質にはまたさらに4つ要素があります。これをエフォートっていうふうに言ってます。エフォートの4つの要素は、1つ目は重さですね、重い軽いっていうの、重い動きと軽い動き、そして2つ目は速い遅いですね、速い動きか遅い動きか、で3つ目はフローです、こう流れるような動きか硬い動きか、こうバウンド、フローオアバウンドって言ってます。で3つ目は方向性です、すごく直線的、どちらかの方向に向かっていく動きなのか、こう酔っ払いみたいに方向性のない動きなのかという、その4つですね、重さと速さとフローと、そして方向性ですね、方向性の4つの要素があります。もう今回のこの2人のスキップの場合は、このテンポよくリズミカルにというのが動きの質になります。で3つ目は空間です。空間は大きく分けると2つになります。1つ目は自分を取り巻く小さな空間ですね。自分が大きなシャボン玉の中にいるとして、ラバンはこの立方体ですね、立方体の中に人を入れて、でそれがその人の空間、その人の動く方向性、空間になります。でもう一つはこの、自分の空間よりさらに外に出て、例えばスタジオの空間ですね、スタジオの空間の前に進んでいく、その前の方向だったり横だったり上だったり斜め、そういう空間、自分の動きの空間よりも広い空間になります。移動を伴うわけですね。でこのスキップの場合は、この空間というのはこのカーブになります。カーブでスキップをする、このカーブを描く、これが空間になります。で4つ目ですけれども、4つ目は他者との関係ですね、リレーションシップです。このダンスの場合メインとなるのはこのパートナーですね。パートナーが
との関係というのがメインになるので、このパートナー、もしかしたら音があるかも、まあ、もしかしたら曲があるかもしれません。それが他者との関係になるかもしれないんですけれども、メインとなるものはこの一緒に動いているパートナーですね。これが他者との関係という考え方になります。例えばこのダンスをもっと発展させたい、もっといろんな飾り付けをしたいっていう場合に、この4つの要素のいくつかを入れていくことで、足していくことで、さらに面白いダンスができるということなんです。で、例えばじゃあ今のこのスキップをしてカーブを描きながら友達と前に進んでいくという動きに、例えばじゃあスキップだけだと面白くないからギャロップを加えてみようということで、じゃあスキップ4回でギャロップ2回にしてみようっていうふうにしたとしたら、じゃあスキップを4回やって3、4、ギャロップギャロップスキ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 ップギャロップギャロップというように動きを発展させて、もう少し面白くすることができるということなんですね。でさらには、じゃあもうちょっと面白くしたいっていう時に、じゃあもう一つのカテゴリーを加えてみようということで、じゃあ3つ目の空間を加えてみましょうというふうに考えたとします。そしたらこの2回カーブを描いていったら、右回りで回るっていう、これも空間ですよね。空間を使う、回る、右回りで回るという空間を加えてみます。2人組でカーブを2回描いていったら、ぐるっと回るっていう風にすると、また面白いダンス、動きが加わって面白いダンスになってきますよね。こういう風にしてこの動きを加えていく、発展させていく、減らしたりもすると思うんですけど、そういう風にしてこう振り付けを作っていくということができるということなんです。この考え方を利用した振付家には、有名なウィリアム・フォーサイス、バレエのウィリアム・フォーサイスもそうですし、マース・カニングハムもこのラバンの考え方を利用して振付を作っています。さらには、他にも、随分古いんですけれども、クルト・ヨースとかそういう人もこの考え方、ラバンの考え方を利用してですね、振付を作ったりしているわけなんです。なのでもしイベントや運動会などでこうダンスを作るというリーダーの方や先生方で何か振り付けをしたいという時に、このアイデアで生徒さんたちと一緒にこう振り付けを作っていったりなんかすると、結構面白い振り付けができるんじゃないでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルではこのように創作ダンスのエクササイズや体を鍛えるエクササイズなども動画でアップしていますので、よろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。